実はですね、繰り返し処理が嬉しい理由は単に、コンピューターがやってくれるからではなくて、ビッグデータの世界において、その需要がとても高いからです。で、それはなぜかっていうと、ほとんどのデータは配列の形で存在しています。配列とは何か。配列、別名シーケンスとも呼ばれていますが、配列とはですね、複数の値、2個、3個、4個、まあ、1個だけのサイズの配列でも配列と言いますが、まあ、一般的には、複数の値が順番に並んでいるデータ。イメージしやすいものとしては、皆さんが高校数学で習っている数値ベクトルですね。もしくは行列。そして、文字列。そして、Python 超入門の講座で、教えました。Python ネイティブの、配列であるリストというもの。そして、なんとですね、画像も配列ですよ。なぜ画像が配列かっていうと、画像っていうのはそもそもどういうふうにコンピュータで数理的に処理するかっていうと、画像は、画素、ピクセルですね。画素、ピクセル。その各ピクセルに、0から255までの256種類の数値のどれかが、入ってて、で、それで、色味を表してるんです。画像っていうのはピクセルが配列のように縦横にこう並んでいるのが画像なんです。つまりあらゆる種類のデータ、エクセルであろうと、画像であろうと、それらが配列の形をしていることが多いです。で、もともとせめて見た目上配列ではないもの、例えば、まあ、画像は、今説明したように一応裏ではピクセルになってて配列になってるんですけど、まあ、見た目を私たちはそのピクセルが見えないので配列になってるかどうかわからないんですね。あとは、フリーテキスト、自然言語処理という機械学習の一分野ではテキストデータを扱うんです。例えば今ここに書いてある文章ですね。これとっても配列に見えないんですよね。ですけど、それらを、コンピューターで処理するためには一旦ですね、テキストでも画像でもちゃんと配列のような形に整えてからコンピューターで処理することが多いです。このようにデータを分析する、データを使って機械学習モデルを学習させる、これらを行うときに、配列の形としてのデータを扱うので、そして配列というのはもう一度言いますが、複数の値が、失礼しました。複数の値が順番に並んでいるデータですので、このように複数の値を繰り返しに対して繰り返し繰り返し、1に対して処理終わった後は次は2、次は3、次は4、次は5のように、繰り返し処理ができる仕組みがあると嬉しいです。複数のデータを連続的に処理するための効率的な仕組みがないと、配列の形になっているビッグデータを活用することはできないです。ここまでよろしいでしょうか。で、同じ処理を、もちろん繰り返し処理を使って、プログラミングで書くのは必須ではないんですよ。同じことを繰り返し処理を使わなくても何とかして達成することはできますが、ほとんどの場合は繰り返し処理を、あえて使わないとですね、効率が悪い、コードがとっても長くて読みにくい、そしてバグが起きやすいというような問題が起きてしまいます。逆に言うと、繰り返し処理に限らず、プログラミングコードを書くときに、Python に限った話ではないんですが、効率の良い、自分も振り返った時に読みやすい、他人も読みやすい、そしてバグが起きにくいような書き方をすることが重要です。ここで、これは皆さんの、に配ったサンプルコードにもありますが、ここで Hello Python という文字列の
文字を、順番に一個ずつ出力するというとっても単純な処理を行います。左側は繰り返し処理を使わない場合です。と Python の超入門の講座では、文字列変数の一部分一文字とかを取り出すために使うこのアドレスという概念を教えましたので、ここではちょっと割愛しますが、まあシンプルに言うとハロー、そのスペースも含めて Python に0から始まるアドレスを1個ずつ割り当てるんですね。でそのアドレスで呼び出すことによって、その文字が、このプリントの関数の中に入り、出力されます。はい、皆さんよかったら、その該当するセルを実行してみてください。このように0から11まで全部12個、スペースも入れて12個ありますが、それらを1個ずつメッセージの0番、メッセージの1番、メッセージの2番、この同じようなコードを12回書きます。これは繰り返し処理ではないです。これは連接処理です。はい。連接処理で書いてます。じゃあ繰り返し処理を使って書いた場合はどうなるかっていうと、右側のようになります。こちらも実行してみてください。同じメッセージという文字に対して、今度はこの後に詳しく説明します for ループという処理を使います。このメッセージという変数の中のそれぞれの部分について、この CH は自分で付けた名前です。これが別に X でも A でも何でも良いです。 CH はキャラクターの略ですね。キャラクターは何でしょう、文字要素のことですね。はい、メッセージっていう変数の中のそれぞれの要素について、その要素をプリントしましょうと。こっちは、何行もコードを書かないといけないのに対して、こっちはたった3行だけですね。で実行すると、このセルも皆さんのコードにあるので今実行してみてください。実行するとこっちもこっちも同じ結果を出してくれるの分かりますね。ですけど、誰が見ても分かるように、明らかにこっちの方が効率の良い、綺麗な、スマートなコードです。はい、こっちを書くと、どこかで間違い起きそうですね。メッセージがマッサージになったりとか。そうすると、マッサージという変数は定義されてないですよというエラーが吐き出されて、何これって焦り出してしまいますね。こっちの方が、単純作業の分が少ないので、ヒューメンエラーバグが起きる可能性も少ないんですね。ちなみにエラーが吐き出されるような間違いはまだマシですよ。一番怖いのは、長いシステムを実装するときにエラーが引き起こされないけど間違ったことをしている場合、気づかずに大量のデータを間違った方法でずっと処理し続けるので、そういう場合は一番怖いですね。単純エラーで、Python にさっきのようにインデント忘れた時に怒られてシステムがストップしてしまうなら、まだ救いがあります。はい、ここからですね、実際皆さんまで for 文の、書き方をできるようにしていただきたいんです。はい、繰り返し処理の最も代表的な、構文というのは for 文。他にも、while 文とかそういったのがありますが、まあ、データ分析の中では for 文の方が、初心者の方にとって学びやすくて、そして、使い道も広いので、ここでは for 文の方に集中して、練習していきます。はい、for 文っていうのはあらかじめ決まった回数だけある配列に対して繰り返し処理を行うときに使うものです。はい、何らかの形で何回繰り返すかが、定義されています。はい、でその書き方として書式ですね。はい、for 変数 in sequence、 このシーケンスというのは配列のことですね。はい、で、インデントがありまして、
して繰り返し実行したい処理がこの後にあります。はい、で以前もお伝えしましたが、以前もですね、for 文を、例をに使ってインテント必要ですよということを説明しましたが、条件分岐の時と同じように、for の後のに、コロンを書いて、そして開業した後にインテントが必要ですね。はい。で、for 変数にシーケンスという一行では何をしているかというと、シーケンス、配列の中の要素を一個ずつ順番に変数として取り出していて、で、このステートメントに従ってこの変数に指定された処理を実行しているということです。で、インテントがあるというのは、イコール今がまだこの for 文のブロックの中にありますよという意味です。逆に、何行が後の方でインテントがなくなったら、もうこの for 文から抜け出してるよという意味です。次のこの for 文と全く関係ない処理を連接処理として行っているということになります。なので、このインテントがどこで終わるかに注目しないといけないです。はい、で、具体例を見ていきます。こちらのコードは皆さんに配布した Jupyter ノートブックにもあります。ここでは、1,2,3,4,5,6 の6つの数値から成り立つ、Python のリストの配列を簡単なものを材料として使っています。はい、で、前のページと同じ書式を照らし合わせるためにここにもう一度置きました。はい、この書式と同じように今この for ループを書いてるんですね。for x、x を変数名、in このシーケンスでコロンがあって開業してインテントがありますね。で、プリント今出力したいのは、この配列の6つの数値のそれぞれについて、それぞれの要素に2をかけた結果をプリントしてほしいです。なので、プリントの括弧の中に、それぞれの x×2 のを出してるんですね。はい。で、これをいつまで繰り返すかっていうと、for 文っていうのは、あらかじめ決まった回数だけ繰り返すということですね。いつまで繰り返すかというと、この6つの数値に対して全部処理終わった時までです。つまり、この for 文が配列のすべての要素を1回ずつ見終わる時まで処理を繰り返していきます。どうでしょうか。for 文のイメージちょっと湧いてきましたでしょうか。1に2をかけて出力して、次に2を取り出して2をかけて出力してのように、最後は6に2をかけて出力する。で、繰り返し処理、先ほども言いましたようにインテントがなくなった時点でこの for 文から抜け出しているということになります。この繰り返し処理がどこで終わるかをはっきり意識しないと、変なところでバグもしくはエラーが起きてしまいます。はい。で、今下にあるこの次のセルのコードではですね、何をしているかっていうと、一つ前のページの処理と同じことをしてから、一度この for ループから抜け出して、なんで抜け出してるの分かるかっていうと、もうインテントなくなってるんですね。この for 文の6回の処理が終わった後に、finished、終わったよと出力しています。はい、このやり方は何も問題がないんです。一番最後に finished。と出力しているんですね。ちなみにこのプリントフィニッシュを一度こう開業して、つまりこのプリント x×2 で一度間にですね、ブランクの行を1つでも2つでも3個でも何個入れても
そのブランコの行は Python ではPython にとってどうでも良いことです。つまり違いを認識してないので、もしそっちの方が見やすければこことここの間に、1行をこう間に入れると良いんですね。はい、まあ、とりあえずここでのポイントはこの部分はこの処理1と言っている部分は、for 文の中です。for 文の中っていうのはこのシーケンスの要素のそれぞれについて1回ずつ繰り返すということです。それに対してこの print finished っていう処理は for 文の外です。これは for 文の中ではないのでこのシーケンスと何の関係もなく一度だけ行います。別の言葉で言うとですね、インデントが、繰り返し処理がどこで始まるかどこで終わるかの目印ともなりますね。はい、皆さんコードここまで実行しましたでしょうか。じゃあですね、間違った例も見てみましょう。先ほどこの外でプリントフィニッシュと書いたこの1行、最後に一度だけ出力したのをこのインデントを戻さずにこのようにプリント x×2 と並んで書いた場合どうなるかっていうと for ループの、やり方を理解している方も推測できるかと思いますが、条件分岐の時に私コードでデモをしましたね。同じ立ち位置にインデントのこう整列して複数のステートメントを書くことができるよという話をしましたが、このプリントフィニッシュも上の方と整列して書くとそれぞれの要素について一度プリントフィニッシュ、プリントフィニッシュを何回も何回も6回出力してしまいます。これはやりたいことではないんですよね。だって、一番最初の要素扱った後にフィニッシュでも何でもないんですもんね。はい、で今回は要素が6個だけなのでまあ出力が一瞬で終わって見ればおかしかったからここインデントを戻さないとで分かるんですけど、ビッグデータ本物のビッグデータ扱う時に処理がものすごく重くなってしまってこのプログラム全体がクラッシュしてしまうこともあります。もうメモリオーバーで。クラッシュというのはジューピターノートブックがもうフリーズしてしまいますね。永遠に裏で処理が回っています。はい、ですので繰り返し処理を書くときにどこで終わるのかそこを絶対に注意してください。はい、この間違った例も一度実行してみてください。前のページと比べましょう。